菊池風磨、セクシーゾーン、が渡辺翔太、スノーマン、にぎゅっと抱きつきこの笑顔、ブソコン、オフショット。菊池風磨、セクシーゾーン、主演、カンテレフジテレビ系で放送中のヒドラ、イレブン、ブソコン、公式ツイッターにて、共演者の渡辺翔太、スノーマン、を菊池がぎゅっと抱きしめるオフショットが公開された。一級建築士、夏目匠を演じる菊池風磨、セクシーゾーン、とガーデンデザイナー、新藤正樹を演じる渡辺翔太、スノーマンは、それぞれビジネスモードな衣装を着用しているが、撮影の合間だろうか、菊池が渡辺を横からぎゅっと抱きしめ、満足げな笑顔を見せている。そんな菊池に捉えられた渡辺も、捕まった、と言い出しそうな弾ける笑顔を覗かせ、二人の仲の良さが伝わってくる。ブソコンでは気の置けない相棒という間柄の二人。その関係性とともに、普段の菊池と渡辺の関係性も感じられるようなメイキングショットになっている。